公立小中学校において増加する不登校児童生徒への対応が喫緊の課題となっております。福島市の県教育センターに設けられたのは、県が運営する不登校児童生徒支援センターです。県などによりますと、県内の公立小中学校で2021年度に不登校となった子どもはおよそ2900人に上っています。不登校の子どもたちの支援として、県はこれまで県内24の小中学校を対象に担当の教員を配置して個別に対応に当たっていました。しかし県内では不登校の子どもが年々増えていて、さらなる対応策として今回県が支援センターを設置しました。センターでは教員など3人が常駐し、オンラインを活用して子どもたちの学習の相談に乗るほか、子ども同士の交流の場を設けています。皆さんには、ね、輝かしい未来があります。ぜひ、自分の今の思いをですね、我々に安心して、伝えてほしいなと。支援センターでは県内の学校と連携しながら子どもたちの対応に当たるとしています。